今日の私です。人間金があるとね、あのいい格好しますわ。これで友達からもらったルイ・ヴィトン、この形にいいんですよ。このルイ・ヴィトンはね、あんまり持ってる人いませんわ。で今日はね、皇帝としてね、あの何ですかな、難波に葉巻買い行って、で運動してないから運動しようと思って、難波に葉巻行ったらノート3冊買うつもりだったんですわ。それでセブンイレブンのね前でね、あのちょっといろいろ考え事してしよったら、なんか中止になりました。なぜかというと葉巻の残りがちょこっとある。俺ね、ほんでちょっと人間変わったんですよ。ノートはね、コピー用紙が余計あるんですわ。だからそれまとめてノートにする。で、古本ね、行こうと思ったんですよ、今。以上ですね。ほいで350円、400円買うでしょ。だからおかずがないから、先におかず買います。だからに人間はね、ほんとね、選択の結果で現在があるということ、ほんとですわ。ちょっと難しい話はやめて、まあそんな感じで、これでそこの喫茶店潰れましたわ。早生活保護10年目、彼女を募集してます。題名は彼女を募集してます。以上、面白いですよ。それで金が分散してきましたわ。いや、あのね、金持ち、ちょっと一回切ろうかな。金持ちになるとね、金が、自己管理がいいと、おじさんも骨曲がってるでしょ。自己管理がいいと、金がね、あちゃこちゃあちゃこちゃってね、わからんことになりますわ。で、1000万どこかなくなったり、ゴミ袋は捨てたってことでしょ。そんな風になりますわ。以上、そういうことで、大阪の大富豪、拓保君でした。以上。